はいどうも、空空空です。今日は2021年10月12日火曜日になるんですが、昨日ですね、あの国土交通省航空局の方からパブリックコメントが出されましたで。結構ですね、重要なパブリックコメントだったので、今回ね、動画をね、作成しております。よろしくお願いします。 改めまして、サークーです。今日は2021年10月12日火曜日になるんですが、昨日ですね、国土交通省の航空局からパブリックコメントがね出されました。で、パブリックコメントのね内容をね確認してみたんですが、結構ですね重要なねことがね書かれております。今回ですね急遽そのためにですね動画を撮っているというところですね。まあ、例えばね一つ言うとですね、例えばこちら今。 DJI マビックミニの方を持ってきてるんですが、こちらですね、今、200グラム未満のねドローンで、模型航空機扱いになるんですけれども、こちらの方もですね見直されるとか、ですねあとはドローンのですね登録義務とか、そこら辺のですね結構重要なね部分が書かれたパブリックコメントとなっております。でですね、今回のね趣旨は、こちらですね、パブリックコメントの情報シェアもあるんですが、 こちらですね、パブリックコメントということで、意見公募ということになります。なので、一般的な方でもですね、自由にね意見をね言えるものになってます。 ということなので、まあ、こちらですね、まずパブリックコメントの内容をですね、シェアした後にですね、ぜひともですね、もしね、思うことがあったら、あのパブリックコメントに対してですね、意見をですね、言ってほしいなということでですね、今回ですね、動画をね、作っております。で、今回ね、この動画に関して3つで大きくね、説明していきたいと思います。まず1つ目がですね、パブリックコメントの中身についてのね、説明をね、したいと思います。 で、2つ目に、こちらですね、私のね意見にはなるんですけども、そちらの方のですね意見の方もね、述べていきたいと思います。で、3番目ですね、パブリックコメント。まあ、こちらはですね、最初に言った動画の趣旨にもなるんですけども、このパブリックコメントに対してですね、意見というものをね、なるべく出していただけばねいいかなと思っております。もしね、思いがあればね、出していただきたいなと思ってます。で、出し方について、意外とですね、あのパブリックコメント、出し方、そんなに難しくありません。 なので、あのパブリックコメントのですね、今回のものに関しての出し方について説明をねしていきたいと思いますので、こちらのですね、3つの観点ですね、今回はね、動画をね、作っています。ではですね、早速ですけどもね、1つ目として、今回のパブリックコメントの中身というところをですね、説明していきたいと思います。はい、こちらがですね、パブリックコメントの方になります。 こちら、ですね、昨日2021年の10月11日から案がですね、公示されております。で受付がですね、昨日の2021年の10月11日の0時からということで,で締め切りがですね、2021年の10月9日の23時59分までになっていますで。これからですね、お見せするのはです、ね、こちらのですね、概要のところに、ね、説明していきたいと思いますのでよろしくお願いします。 はいえー、ではですね、概要について説明していきたいと思います。こちらですね、令和3年10月にですね、国土交通省の航空局から出たパブリックコメントになります。でですね、まあ、ちょっと表題長いんですけどね、表題もちょっと読み上げたいと思います。あの無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する 法律の施行期日を定める政令を制定する政令案、航空法施行規則等の一部を改正する省令案等についてということの概要になります。ちょっとね、えー、長いんですけども、こういうふうな、ねですね、タイトルが、ねえー、ついております。で,ですね、まず、ね、背景の方からいきたいと思うんですけども、こちらですね、まあ、法律の方こちらですね、えー、令和2年6月24日にですね公布されました。 でこちらはですね改正法にあたって、今回、ですねこの,あの無人機の登録とか、あと諸々ですね、こちらの法律には、ですね、まあ、政令および国土交通省令に委任されたということがね書かれておりますので、航空法施行規則とか、あとは民間の能力の活用した国管理航空等の運営等に関する法律施行規則というものがあって、こちらの方をですね制定すると。 いう,ふうに、ねえー、なっておりますあと今回の、えー、法律のです、ね、改正された点ではないんですがあともう一つ、ね、ここに、ね、大きく、ねえー、2行、ね、書かれている部分があります、えー。近年の技術進歩に踏まえ航空法第2条第22項こちらの方ですね、えー、無人航空機の定義が書かれているんですけれどもこちらの方ですね、えー、国土交通省令で定める機器の範囲を見直すこととすると。 いう,ふうになっております、まあ、こちらもですあ、ね、とで、ね、説明していきたいと思うんですが、こちらね、ね重量にかかるところになります。はい、で続いて、ですねこのね機密制令の制定の概要ということで、こちらです、まず、えー、無人航空機の登録の義務化機密、こちらに関しては、ですね、えー、令和4年6月20日ということで、来年のですね6月20日ということで、えー、義務化期日をね決めているみたいです。 で義務化に先立,立ってです、ね、登録の申請を受け付ける準備行為として、事前登録開始期日というのも、ね、設けられていて、こちらは、ね、令和3年の12月20日とするというふうに対して、期日制令の、ね、制定の、ね、概要が、ね、書かれておりますで。続いて3番目、航空法施行規則の一部改正の概要ということで、ね、何個か書かれています,まず1つ目がです、ね。無人航空機の登録制度と いうところが書かれてて、ま丸、あ、一に関してはこれはあれですね、研究開発にかかるところでこちらに関しては登録が不要ですよっていうことがね書かれております。で続いて丸二番に書かれてるのですかね、登録を受けることができない無人航空機の要件っていうのが書かれてて、こちらがですね全部でですね3つ書かれております。まず一つ目がですね、まあ、事故発生や製造等製造者による改修ですね。 リコール等の情報等を踏まえて、です、ねまあらかじめ国土交通大臣が指定する無人航空機とか、あとは装備品を装備した無人航空機、あとですね製造者が機体の安全性に懸念があるとしてリコールしているような機体、あとは事故がね多発していること、明らかである機体などをです、ね、その危険性を鑑みて、あらかじめ国土交通大臣がですね登録できないものをですね告示した無人航空機、 とかですねあとはそういう風なですね装備品を装備したものに関しては、えー、登録を、ね、受けることはできないということが、ね、書かれておりますで。2番目に登録できないものはですね突起物ですね。でこれはですね飛行に必要なものは、ね、除きますで。こちらの突起物がその地上の、ね、人にですね衝突した際にその安全を著しく損なうおれのある無人航空機、こちらに関しては登録が、ね、できないと、ねえー、されております。 で3番目がです、ね、遠隔操作や自動操縦による飛行の制御が著しく困難である無人航空機ということでこちらの3点がですね登録できない無人航空機としてね今、案として、ね、出されております。で3番目丸3です、ね、丸3に無人航空機の登録原簿の記載事項というものがね えー、書かれておりますこれ、で何点かですね書かれています。まず重量の区分とかですね、これが1点目。で2点目がですね無人航空機の改造ですね、こちらのね有無に関して、えー、なってます。で、会場に関しては、ですね10%未満の増減の、ね、改造というものを、ねえー、除くとね、えー、されております。で、3番目に記載されるものが、ですね所有者および使用者の、ね、連絡先ということです。 で4番目がですね、リモート ID 機能の有無ということで、リモート ID っていうのがですね、こちらの米印のところに書かれているんですが、えー、登録記号を識別するために信号を電波を利用して送信することにより、遠隔で登録記号の識別を可能とする機能ということになって、まあ、こちらですね、今、えー、一部あの資料とかですね、以前もですね、お伝えしたことがあるんですけども、あの内蔵されたですねリモート ID とかですね、あとは相続のリモート ID っていうものもね、 あるんですが、まあ、こちらですね。リモート id の機能があれば、えー、とりあえずいいですよ。みたいなことが書かれているみたいです。なので、まああの登録が識別する信号というのはですね。これからね。決めていくとはね思われますけどもこちらですね。まあ、リモート id の機能のね。有無というところもですね、えー、登録にはね必要なものになってきます。 あと4番目はですね、通知方法。こちらですね、まあ、こちらからというよりかは、まあ、国土交通大臣からですね、申請者に通知する場合はですね、まあ、書面とか、全、え、自、ー、的方法でですね、えー、行いますよということが書かれます。なので、まあ、紙とかですね、メールとかでですね、えー、通知しますよということが、ね、書かれております。で、えー、丸5番ですね、登録記号を支給するための措置と、 いうことで、何個か書かれているんですが、2つですね、書かれています。まず1つ目がですね、機体の表面の物理的な表示ということで、まあ、無人航空機の表面に登録記号を鮮明に表示するということで,ですね、まあ、シールとか何かですかね、まあ、そういうふうなことで表示する必要が、ねえー、ありますということが書かれています。で、まあ、その大きさとか表示場所等とかはですね、まあ、別途ね、規定するようなことがね、ここには書かれております。 で、カッ2としてリモート ID 機能の搭載ということですね。まあ先ほどもですね、リモート ID のところですね、登録でね、入れなきゃいけないよということが書かれてたんですけども、まあこちらですね、まああらかじめ国土交通大臣に届け出たところにより、補助者の配置や飛行範囲等を明示した上で限られた空域の打って行う 無人航空機の飛行や十分な強度を有する紐等で係留を行う飛行を除きですね、まあ、こちらの今言ったところを除いた上で、まあ、原則ですね、リモート ID 機能の搭載を義務づけることとすると書かれております。ただしが引きがね、書かれてて、既存機に過度の規制になとならないよう、一定の措置、えー、経過措置をですね、設けることとするというふうにはね、なってます。 まあこちらですね、まあ、既存期間で、ね、9人で変わって置き換えるということもえ、なかなかですね、現実難しいというところもあってですね、正し書きとして、ね、今書かれてはいます。あと、丸六としてですね、登録有効期間と更新申請及び有効期間の起算日ということで、こちらですね、登録、ずっとですね、一回登録すればですね、登録したことにはなりません。登録の有効期間というのが定められてて、3年というふうになってます。で、 まあ、登録の更新とかはあの登録の、ね、有効期間を満了する1ヶ月前から行うものとしてですね更新後はですね有効期間は前の登録期間の有効期間が満了する日の翌日から、記算した3年間とするということで、まあ、毎度3年ごとにですね更新していく必要が、ね、あるということになります。 あと、○ ７としてねその他として、ですねその他ですね必要な、ね、要件についてですね別途に、ね、規定するようなことも、ね、書かれております。でですねここまでが、ですねまず無人航空機の登録制度にかしてね書かれた部分になります。はいで2つ目が、ですね指定建て替え納付者の指定の要件等ということで、こちら、ですねその支払い方法とかが、まあ、クレジットカード払いとかいうものもね あったりしますので、そこら辺のですね、納付制度に関してね、創設しますよということがね、書かれて、そこら辺のことをね、整備するってことがね、書かれております。で、3番目がですね、無人航空機の飛行前確認事項の追加ということで、こちらですね、今回のところですね、リモート ID の搭載をね、義務付けるということがね、書かれております。 なのであの飛ばす前には必ずですねリモート ID の作動条項をです、ね、どうなのかというところですね点検の追加としてね義務化されるということになりました。でこちら、ですね当該作動状況の確認にあたっては外部点検および作動点検を行わなければならないこととするということで確実にですねリモート ID が動いていることを確認しておかなきゃいけないということがね義務づきますよということがね書かれております。 で4番目です。こちらですね、無人航空機の定義の部分になります。国土交通省で定める、えー、危機器の範囲の見直しということで,で、こちらですね、航空法の方では、あの適用除外にする、えー、航空機のところをどう進ますかっていうところをね、えー、書かれてます。で今回は重量 100g 未満とするということで、これ今まではですね、 航空法規則の方では200グラム未満はですね模型航空機扱いして無人航空機にはですねならないですよっていうふうにしてたんですがそれをです、ね、100グラム下げてですね100グラム未満のものは模型航空機扱いにしてそれ以上のものはですね無人航空機扱いにしますよということに定めということだそうです。 なので今までですね、例えばですね、DJI Mavic Mini とか DJI Mini 2とかそういう 200g 未満のものも、これからは模型航空機でなくて無人航空機にしますよということがね、書かれているものになります。あとその他としてはですね、改正法の施行に伴う規定の整理と所要の改正を行いますよということがね、書かれております。 ということで、ここまでがですね、3番目、大きく、大きいところの3番目ですね、航空法施行規則の一部改正の概要というところですね、えー、説明しました。でですね、続いて、えー、4番目ですね、えー、民間の能力を活用して国管理航空等の運用等に関する 公立施行規則の一部改正の概要ということで、こちらに関してはですね特に細かく書かれていません。航空法施行に伴う所要の改正を行いますだけが、ね、書かれていることになります。あとですね、5番目、ここからですね具体的な手続きを定めるようについたのです、ね、通託法の概要がね書かれております。まあ、今回、ですね無人航空機の、ね、登録制度をですね定めてますので、そのですね登録のね要領とかですね、 あとですねあの、登録に関して、あの一部ですねあの、登録の義務がね、適用除外されるものがあります、こういうふうなです、ね、研究開発を目的としたものもありますので、こちらに関しては、ですね、別途要領でね、定めますよということで、試験飛行届け出要領というものを、ね、作るみたいです。あとですね、リモート ID 特定空域届け出要領っていうのがあります。 こちらに関しては、まあ、こちらも、ね、適用除外のために、ね、作られているんですけども、あのリモート ID 機能の搭載義務の適用除外のためにあらかじめ定められた空域ということをです、ね、こちらはです、ね、特定空域という、えー、ことに、ねえー、なるんですけどこちらはです、ね、特定空域における、えー、無人航空機の飛行について、その届ける方法についてね、えー、定めますよと。 いうことですね例えば、えー、補助者の配置とか飛行範囲の、ね、明示方法として、えー、その飛行状況や周辺を監視し必要に応じて操縦者への助言等を行う補助者を配置することによりおよび、えー、特定空域周辺のものが当該空域の、えー、範囲を認識するために必要な、えー、外苑の明示、えー、標識の設置あと目視,外目視な飛行を行う。 場合であっても外縁の明示標識の設置が困難である場合における代替措置等の措置についての要領を定めるということになってますあと続いてですねリモート ID の技術規画に関してもですねこちらですねリモート ID における遠隔識別を確実に行うためにあのリモート ID の製造開発にあたり従うべき要件についての技 技術企画書をですね定めますよというふうなことがね、えー、書かれております。ということでね、ね5番目としてはです、ね、具体的な手続きを定める通達等の、ね、概要についてね書かれておりました。で、次がですね6番目。こちらもです、ね、結構ね大きなことが書かれてます。6番目ですね航空法管理、手数料例の一部改正等の概要ということで、これ、手数料のね話がね書かれております。 今回ね、対象となるね、登録の手続きということで、こちらですね、2つあります。登録を受けてない無人航空機の登録と、あと、当該登録の更新ということで、こちらに関してですね、手数料を取りますよということで、手数料のね、金額がね、書かれております。その金額がですね、こちらになります。申請方法及び手数料ということで、まあ、申請方法としてはですね、この個人番号カード、こちらですね、マイナンバーカードのことですね。 またですね、GbizID を用いたオンラインによる申請、あとそれ以外のオンラインの申請、あと紙媒体による申請ということで、こちらで申請方法ね3種類あるんですけれども、それに対してですね、1期目、2期目以上ということで、各ですね、ところに手数料がね、発生するということになります。はい、ということで、今回ですね、手数料がね、発生するということはね、ここに書かれております。あと、事前登録期間ですね。まあ、こちらに関しては、 こちらですね、無人航空機の登録義務化のね、試行日のね、前の話がね、ここには書かれてます。その場合はですね、こちらのね、先ほど言ったですね、こちらの手数料に関して、同額をですね、納めなさいよっていうことをですね、書かれております。はい。ということで、今回からですね、あの航空法関連手数料でということで、手数料を取りますよっていうことがね、ここにね、書かれております。 7番目として、航空法関係手数料規則の一部改正の概要ということで、こちら、ですね改正法の、ね、施行に伴って、ですね航空法関連手数料を、ね、改正して、無人航空機の登録、登録行使にかかる手数料を定めることとしていることからです、ね、省令に委任されたオンライン申請における本人確認の方法をです、ね、規定しますよということが、ね、書かれております。はい あとですね、今後のスケジュール、こちらがですね、予定となってます。これ結構ね、見るとね、キンキンですね。まず、交付日に関しては、もうこちらですね、令和3年の11月下旬ということで、こちらですね、パブリックコメント締め切ってからですね、もうほとんどね、時間を空けないで、もう交付しますよっていう風にね、書かれております。で、施行日なんですけども、こちらがですね、まあ、交付日がですね、期日で及び交付後対地にね、措置、 すするる必要があるものとということでですね、まあ、上先ほど、ね、説明したところですの、ねまあ、2番、3番と,、えー、と5番の一部というほどに、ね、書かれていますで。何個か執、ね、行部というのが書かれています。こちらに関してはですねまあ、今一度、ですねこちらの、ね、上のほうのところも、ね、見ながらです、ねえー、見ていった方がが、ね、いいかなと思います。ということで、まあ、すぐね施行されるものと、あとは令和3年12月20日、こちらですね事前登録期間に申請にかかるもの、こちらに関してはですね12月20日にですね施行しますよと。 いうことですね。で、それ以外のものに関しては、えー、来年のですね、令和四年六月二十日にですね。施、えー、行しますよということで、今後のね、スケジュールがね、書かれております。で、最後ですね、その他の部分がありまして、こちらですね。あのラジコン業界とかが、結構、その反対署名運動もね、されてたんで、こちらの方で、ね、あの二行だけなんですけども、書かれております。 あの市民目的のラジコン機について登録申請にあたっての負担軽減等について各団体よりご要望、こちらですね、反対署名とかですね、をいただいており、この点については引き続き検討を行ってまいりますということで、まあ、市民に関してのこともですね、えー、こちらのね上の方でいろいろ書いたんですけど、そちらに関してはですね引き続き、ね、検討を行っていくと、まあ、いうことに、ねえー、なるそうです。はい ということで、今ね、ずーっとね、結構長くなってしまいましたけれども、今回のですね、パブリックコメントの概要について説明しました。ではですね、引き続いて、2番目としてね、私のですね、えー、あくまでも個人的な意見とかですね、考えになるんですけども、そちらの方ですね、話していきたいと思います。まずですね、まあ、背景についてはですね、こちらに関しては、まあ、まあ、航空法ですね、改正したので、そういう風なね、流れがあったんだなということがあります。 で,です、ね、こちらですね、まあとでも話しますけども、あの無人航空機のですね定義の部分ですね、こちらの方ね見直すっていうことで、まあ、結構ですね、えー、厳しいいいのかなという,ふうに思ってますはい、あとですね、こちら、あーちょっと下の方にね、行きますけども、まあ、こちらの研究に関しては、ですね確かに、まあ、ま、え、登、ー、力ね、不要じゃないと、ですねなかなか研究も進まないので、まあ、ここらへんはね、まあ、そうなのかなと思ってます。 であと、登録を受け,ない、えー、受けることのできない無人航空機の要件なんですけども、これ結構ですね、書かれてることが、結構ね、抽象的な部分もあってしまって、ね、まあ、このか,かっこ1に関してはですね、まあ、国土交通省が登録できないものとして告示したものっていうのは、まあ、これはですね、定めてもらえればね、まあいいのかなと思いますけども、このですね、かっこ2の突起物に関するところなんですけども、これですね、 あの地上の人等にですね。衝突した際に完全あの安全に依然、ね、しく損なう恐れがあるって書いたんですけどじゃあどのぐらいのですね。突起物になるかというところはですねえ。ここにはね書かれておりません。あのまあ、例示されしていただければねそこら辺のところでねわかると思うんですけども。今、現段階でね。どのぐらいの突起物のものがダメなのかっていうとこがわからないので、ここら辺のとかですねしっかりとですね。定義をですね。確認する必要がねあるかなと思っております。 あと、このカッコ3も、これもそうですね、遠隔操作や自動操縦によるまあ飛行制御は著しく困難であるえ無人航空機って書かれてるんですけども、これですね、例えばですね、DJI 機とかそういうふうな空撮機とか、結構 GPS とかついてちゃんとついてるので、 あの飛行制御とか、ね、息苦しく困難になるっていうことは、ね、まずないと思うんですけども、まあ、私がですね思いついたものとしては、ですね例えば FPV 機ですね、まあ、ゴーグルをつけて FPV として、ね、飛ばすときにです、ね、GPS がついてないドローンっていうのはね結構あります。その時に、まあ、これ遠隔操作ですね えこ風とか吹いたら、結構、ですね操縦というのは難しいんですよ、GPS とかついてなかったりとかすると、ですね基本的にあの姿勢の制御ぐらいしかねついてないようなドローンを操縦するときっていうのは、ですね結構、その制御っていうのがですね著しく困難になると思われます。なので、このですねえこちらも定義になるんですけども、この飛行の制御が著しく困難になるっていうのが、ですねどういうふうなものなのかっていうところをですねえこれはですね定義していただきたいなと。 思っております。ということで、ここはちょっと、ね、確認が、ね、必要なのかなと思っております。あと,、えー、と、こちらですね、リモート ID のところですね。こちらに関しても結構いろいろと、ね、言われてますよね。あのー、例えば、ね、d g a が今,今のところです、ねまあ、実装はされてないんですけども、あのソフトウェアアップデートでこのリモート ID と同じようなです、ね、電波を発信するものであれば、OK ですよって言ってくれればですね、 まあ、あの特にですねあの内蔵のですねリモート ID の機器とかあとあの外付けのです、ね、リモート ID の機器とかねつ、えー、けなくても大丈夫なんですけども、まあ、例えばねあの自作とかで作ってるものっていうのが内蔵をするものとかあとは外付けするものとかをつ、ね、けなきゃいけません。そうなるとですね今外付けだと 100g ぐらい結構重いものですし、まあ、内蔵は内蔵でですね、まあ、それでも、ね、数十 g あるものなので。 そうするとですね。なかなかそのドローンのですね、機体制御っていうのもかなり難しくなってくると思います。まあそういう時にですね、じゃあどうやってですね、リモート ID をね、つけるかというの、ここはね、かなりね、問題になるのかなと思っております。あとですね、気になった点なんですけども、えー、登録期間ですね、こちらですね、三年で更新ということになってます。 まあ確かにですね、まあずっと登録っていうのもですね、確かに、まあ、それはそれでね、まあ、あの、ナンセンスかなと思うんですけども、なかなか3年ごとになるっていうことで、しかもですね、このね、下の方行きますと、ずっと方の下の方にね行きますとですね、あの、その手数料のところですね、こういうのがね、発生するんですよ。これね、3年ごとに発生しますよね。ここに、まあ、もっとそもそも最初に登録して、その後ですね、更新にもね、必要になってきます。 なので、あの例えばです、ねまあ、総務省の、ね、電波法で、ね、アマチュア局を開、ね、局している方、こちらもです、ねまあ、毎年です、ね、電波使用料払ってますけどそれプラスアルファで、まあ、今後です、ね、こちらの方も発生するとなるとです、ね、まあ、かなり、ね、負担になると思います。まだです、ね、あの大人がです、ね、負担する分にはいいんですけども、ドローン、ね、やってる方というのは大人の方だけじゃないですね。もう本当にお金を持ってない、ね、学生さんとか、まあ、それよりも小さい子たちですね。 小さい子たちもですね、やってるわけなんですね。そういう人たちにも同じようにね、負担していくのかって、まあこれは結局親とかがね、負担していくことになると思います。で、学生さんとかですね、その大学生さんとかは本当にお金持ってないので、まあ、これになこうなるとですね、やめちゃう方もね、結構ねいらっしゃるかなと思います。結構ですね、こういう風うにお金がかかる、しかもですね、3年ごとにね、必要になってくるってなるとですね、結構ね、これは厳しいのかなと思ってます。 あの無料で、ね、更新できればいいんですけどね。やはり金額がかかるんでね。結構ここはね厳しいのかなと思っております。はい、あとですね。こちらですね。はい、えー、無人航空機の、えー、定義ですね。こちらに対して 100g 未満ということでまあ、かなりね。厳しくなります。 もう DJI、ね、マビックミニとかミニ2持ってる方、今はえうク航空機として、ある程度、ですね、航空法のところもです、ね、関わらない部分も多かったりするんですけれども、今後はですね、無人航空機扱いになります、そうするとです、ね、でいろいろとね、制約を受けることになるので、まあ、今持ってる200グラム未満のね、ドローンっていうのは、単純に、ね、携帯性のいいドローンっていうことで,で、すね、そこら辺のの、ね、メリットしかね、受けられないと。 いうことになってあまりそのミニを持つことのですねあの優位性っていうのはね見当たらなくなるのかなと思います。であとこの100グラム未満っていうのがですねあの海外の主流から外れてるんですよね。海外の今のこの加減値なんですけどもだいたいですね250グラム未満っていうのがですね海外の主流になってます。なのでまあ今回ですねこれがですねもともと海外のその50グラム。えー ね、軽いものだったんですよね。200g 未満ということで、そもそも海外からの主流から外れたに対して、さらに今回、このね、100g 未満ということで、結構ですね、さらに規制をかけるということでね、あの、世界のその主流から外れるということで、まあ、こちらですね、まあ、ちょっと言い過ぎかもしれないですけども、まあ、日本のですね、海外との、ね、競争力ですね、競争力低下にもね、つ、え、な、ー、がってしまうんじゃないかと思います。 結構ですねあの研究開発されている方、一部だけだとです、ね、なかなか進みません実はですね例えばです、ね、中国とかがすごい進んでいる理由としてはです、ね、ベータテスダといってですね守備、まあ、でやられている方とか、まあ、結構、ですねライトユーザーの方がですねあのベータテスダとして、ね、テスダとして、ね、存在しているわけなんですね。そういう人たちがねみんなねやめてしまうという風なな、ね、危惧はされます。 そうすするとですねあのドローンの開発においてでもですねどん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 遅れていってしまうのでできればですねこういうふうなです、ね、軽くすることにですねやめていってしまうということで,ですねあの最終的に日本の開発技術力がですね低下していってしまうんじゃないかというふうな、ね、とてもね懸念がね思ってます。はいということでここはねかなり私もですね気にする点だと思ってます。 あと気になるのはですね、今後のスケジュールですね。まあ、こちらですね、スケジュール通りってかなりですね、スケジュールがタイトですね。もうあっという間にこちら来てしまうと思います。もう本当パブリックコメントが出てから本当にすぐっていうような感覚ですね。もう締め切ってからすぐっていうような感覚なので、まあ、結構これ急いでやってるのかなと思います。ただですね、こちら最後のその他のところで、まあ、趣味等のところですね、引き続き検討というふうに書かれてるんですけども、 まあそういうことがあるんであれば、ちゃんとですね、スコープって言って、範囲をですね、どういうふうな範囲のものを、こういうふうなですね、パブリックコメントで書かれているようなもので、規制していくのかとか、ああそういうふうなルールを作っていくのかってところですね、はっきりしないと全部ね、一色たにね、やられてしまうとかなり厳しいものがあるかと思います。なので、このですね、スケジュールでやるっていうのはですね、かなりタイトなのかなと思っています。ということで、結構ですね、私の方もですね、これからね、 意見をね、出そうと思っています。ではですね、続いてですね、パブリックコメント。こちらに関してですね、出し方について話していきたいと思います。結構ですね、あのパブリックコメント、出し方、そんなに難しいものではありません。ぜひですね、もし今回ですね、今読み上げたパブリックコメントに関してですね、思うことがある方はですね、なるべく出していただきたいなと思います。 ではですね、パブリックコメントの出し方、今回のねものに対しての出し方についてですね説明していきたいと思います。はい、では3番目として、ですねパブリックコメントの出し方について説明していきたいと思います。今回ですねパブリックコメントのページになります。こちらに関しては、この動画のですね概要欄の一番上のところにです、ね、こちらのリンク先貼っておきます。 ここからですね、下の方に辿っていけば、パブリックコメントをすぐに書けるようになってますので、ぜひですね、パブリックコメントの方を、ね、出していただきたいと思います。ではですね、説明していきたいと思います。こちらですね、パブリックコメントなんですが、こちらの方ですね、一番下の方に行っていただいて、こちらですね、意見の提出前に意見募集要領、提出先を含むを確認してくださいということで、ここのところにチェックを入れてください。そうするとですね、こちら、意見入力のところに進むことができます。 で意見入力のね、えー、ところに行きます。少しですねあのー、注意事項とかもね書かれてるんですけど、まずここの必須というところにです、ね、ここにですね意見をね書いてください。意見をですね書くと。ここにですね意見を書いてください。ということで、ここにです、ね、いろいろとねコメントを打ってください。あと、ですねまあ、任意なんですけども、任意で、えー、郵便番号とか住所。 姓名ですね。あと、電話番号、メールアドレス、あと確認用のところですね。ここも書く欄があります。もし必要であれば、ですねここのところも、ね、合わせてね書いていただければなと思います。まあ、重要なのは、ですねあくまでここの、ね、必須と書かれているあの提出意見のところ、こちらに関して、まあ、6センチ以内になるんですけども、ここのところにです、ね、自分が思ったところをですね書いていただくと。で今回のですねあくまでもパブリックコメントで出されたものに対して書かないとですね、 今回の件からは外れてしまってますっていうふうなです、ね、回答しか、ね、得られないんで、あくまでも今回の書かれているパブリックコメントに対しての質問と意見ということを、ねえー、書いていただければなと思います。はい、ということで、最後ですね、えーまあ、個人情報の取り扱いというところで、ね、こちらにです、ねまあ、収集する情報の範囲とか利用目的も書かれていて、で最後、えー、私はロボットではありませんとかう、ね、チェックをしていただくと。 で最後ですね、この内容確認というところをです、ね、タップしていただくと、最後ですね、内容確認が出てきます。で今ね、意見としか書いてないんで、こちらですね、6000字以内で書いていただければ、こちらの方にですね意見がね反映されます。あとね、今、空欄になってますけども、あ郵便番号からですねメールアドレスの方もですね、任意なんですけど、記載していただければ、ね、ここにね出てきますので、ぜひ書いてください。で最後ですね、この青ボタンの提出をね押せば、提出ということになります。 はい、ということで、本当に、ね、簡単です。必要であればです、ね、修正を、ね、していっただけでもう一回です、ね、前の画面に戻りますので、そこでもう一回、ね、書き直すことも、ね、可能になります。はい、ということで,です、ね、今回パブリックコメントの、ね、書き方も、ね、説明しました。簡単にです、ね、パブリックコメントで,です、ね、意見提出することができます。ぜひです、ね、思うところがあればです、ね、こちらの方にです、ね、書いていただければなと思います。 はい、えー。以上がですね、えー、パブリックコメントの出し方の、ね、説明になります。はい、えー。いかがだったでしょうか。まあ、今回ですね、パブリックコメントの中身と、あと、えー、自分のね、私の意見ですね。あと、えー、最後にパブリックコメントで意見をの出し方っていうところですね、今回ね、話をしました。 まあ結構ですね、今回のパブリックコメントに関しては、結構重要なことがね書かれてまして、まあ、例えばですね、こちらですね、200g 未満のドローンに関しては、こちらはもう本当に 100g 未満になって、まあ、無人航空機扱いになるとかですね、無人航空機の、ね、登録をするためのですね手数料とかですね、あとリモート ID の義務付けとか、あといろいろなことがですね、今回のパブリックコメントにはね盛り込まれてます。 なので、まあ、今回はその情報シェアというだけではなくてですね、ぜひあのパブリックコメントに対しての意見というものをですね、皆さんの方ですね、声を上げていただければなと思ってですね、今回ね、この動画をね、作成しました。はい。ということでね、え今日の話題はね、以上となります。ではですねえ、次の動画でね、お会いしたいと思います。以上、さらくでした。さよなら。バイバイ。